光ってんの。ずっと光ってずっとぐるぐる回ってる。今落としたよね。悲鳴だよね今の普通に、うん、の入って入って入って。出張ホラーナイト来ました出張。何回目ですかこれ。ウィーやってまいりました。ついにこの時間が久しぶりだね、はい、結構マジで、ね、見てる皆さんは最高の時間、我々は最悪の時間。間違いない。ありがとうございます。本当戦ってくるんだよ今から俺たち。本当真逆なこと。本日一箇所目の心霊スポット金山ダム。千葉県最強クラスの心霊スポットと言われている。あ、最強クラスね。レートSS。 うわー SS なんだ。 SS なんだ。もう当たり前のように SS が出てきてしまうこの時代。こちらの金山ダムなんですけれども、はい、噂によると稲川淳二さんのお話で紹介されて有名になったと。ダムがあって赤い吊り橋あります。うわもう絶対やばいね。まずやばいです。でからのトンネルもあります。一気にやばいエリアが密集しているスポットがこの金山ダム近辺。しかもどちらもガチでやばい事件が入っています。トンネルで女性がされたと言われています。うわで、ダム周辺のトンネルに赤い服を着た女性の霊がよく目撃されている。マジ目撃されているかよ。赤い服です。続いて赤い吊り橋なんですけれども、はい、若いカップルが〇〇を試みたと。ですが女性だけ亡くなり男性は助かりました。飛び降りてってこと。そうです。それ以来男性がこの橋を通ると引きずり込もうとする女性の霊が現れる。やばい全員男性です。一人だけ女性が多分亡くなってしまったので、あやっぱもう寂しい。彷徨い続けてる。そうバクバクだわ。千葉県民の方たちは本当にここはやばい、もういろんなレビューが入ってます。へえ。もう一つ噂があって、スマホを構えながら見物していた人がいるんですけど、トンネルの、うんうん、トンネルの中を通っていたところ走ってこっちに突っ込んでくる男性の姿が入っていたという。走って突っ込んでくる人。ガンダッシュ。うわ、ちょっと、いやいや、そうでしょ。見たら発狂するぞ。俺らそこを今からカメラ持って突然勝負してるのよ。それが早速ですけど、行きますか。行きましょう。いや、もう空気重いって。いやいや、もっと歩いてきゃもっと重くなりますから。いや、もうやばい、マジ、もう現地の歩くのが嫌なんや。もう車の中出たくないもん。やっていきましょう。はい、やりましょう。始まりましたね。こんなすんなり行っていいの？もうちょっと、もったいぶろよ。もうトンネル入った瞬間変わったよね、空気。全然なんかダムとかトンネルに着く気配が全くねえな。まあ、周り木だもんね。怖い。あ、寒い。何怖いって。ずっとブーブー言ってる。ブーブー言ってる。どういうことどういうことどういうこと。何が。何。おかしい。お、本当だ。なんか言ってる。あ、待って、ロックだよ。何が。ずっと。あ、光ってる。え？光ってんの、なんか赤外線で。何が光ってんの。あ、でも赤外線でカメラしか捉えられないね、この光。ずっと光ってんの。ずっと光ってる。え、何。経路再検索中、ずっと。だって経路さっきまで起動してたでしょ、うん、普通に。ずっと電波マックス。え、おかしいでしょ。やばい、ずっとブーブーってね、これ。めっちゃ怖い。あ、ほんとだ。めっちゃ怖い。ずっとバイブ。ずっとバイブやん。止まんない。やばい、しかも待って、右にどういうこと。おっ、うっそ、もう暗い。うん、それもう切っていい、これテンパるわ。でもこれやばいよ、マジで。なんでやばいよね。私なんかちょっと違うのよ、リズムが。なんか違うなったり。そうやばくない。なんかドゥ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 、マジだってこの辺ドゥドゥみたいな。これマジやばいと思う。これはさ、墓ってことでいいのかな。そうだ、墓だよね。そうだね。なんでここに墓があるの。あー、分かる。嫌なんだよ。しかもここだけじゃない。やばい。待って、やばい、見ない方がいいでしょ。もう一回過ぎよう。暗すぎてさ、ガチの S 級ってさ、うん、急に物を現れるのやめてほしいよ。はい、来ました。はい、もうなんか聞いた。もういよいよこっからなんかもう、うん、人の道じゃないかみたいな。もう怖い、見て、もう回ってやばい。ずっとぐるぐる回ってる。え、一緒に回ったと思ったのに、また電波マックスで、電波マックス。これマジやばいでしょ。おかしいよね。方位磁石がおかしくなってる。ずっと回ってる。でもこの位置情報も当てになんないよね、なんかもう。うん。本当に降りる。ちょっと。降りてどっか右なんだよ、多分。あ、なるほどね。完全に着きましたね。いや、もう普通に着いたな。やっちまってるよ、これ。普通に。全貌やばい。いや、やばいよ。やばすぎる、マジで。行きますよ、皆さん。はい。はい。
こちら。いやこれやばいやろマジで。やばい、ここはさすがに。本当に赤いよね。完全にやばい。急に寒いんだけどマジで。吸い込まれそうな感じ、うん。床がだってこれ穴開いてないあそこ。いややばすぎやろ。穴開いてない。穴開いてないあれ。やばすぎん？え、あれそうじゃない？まあ一応車両以外は大丈夫っぽい。うん。兄さんに分かれていきましょう。あ、分かれんの？みんなで行こう。そうよ。行く、分かれる？それが YouTube です。ずっとパーで分かれましょう。分かれましょう。おー、3人チーム。2人とかなるから俺らだけ。さっき見た感じ、橋の真ん中なんか穴みたいなのあったから、それマジ気をつけよう。こ、でも、なんかしたの？てか、俺も聞こえたんだけど、マジで。俺聞こえた。え、なに？何の声？何の声？てか俺、下から、下からどんどん突き上げてるから、橋、今。マジで？うん。え、ガチ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 。踏み締めて一歩目だよ、今。ガチ？もうこんな感じで。下からさ、どんどん突き上げてきたんだよ。マジで言ってる？じゃあ、お前ら二人、結構そういうの感じるからさ、怖いわ。ちょっとゆっくり行こう。待って。入ってすぐだよ、今。待って。入ってすぐだよ。入って、入って、入って。うわ、光と思ってたら全然先まで見えないな。肉眼では見えるんだけど。色違うしね。木の色。やちょ、これやばくない？これ。え、てかめっちゃグラグラするね。超怖い。なんかもう薄いし、いちいち穴開いてたりさ。じゃ真ん中の方がこれ多分やばいけど。真ん中マジ歩かない方がいい。ズボっていくぜこれ。あ、ついた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 。よし、じゃあ戻るかとりあえず。お願いします。うわ、今クモの巣みたいに引っかかった。うわー、出た。クモの巣ってね。だってこんなとこ、こんなとこクモの巣。ガチ引っかかったんだけど。あるか普通。あるわけないじゃん、こんなとこね、クモの巣。はい、着きました。いや、怖え。はい、着いた。ちょっと待って、もうやばい。ねえねえねえ、あ、クモの巣だ。あ、クモの巣。やばい、やばい、やばい。かかった、かかった、かかった。そういうのもうレベルじゃない、俺らは。こっちマジでやばい。ここが一番やばいから。これね、何がやばいってね、後日特集組むと思うんですけど、はい、マジやだ。今落としたよね、今落としたよね。ちょくちょくしてるやん、さっきから。やばいよ、マジで。え、今完全に落として。俺らいる場所が今一番やばい説あるからね。ここが一番強い。だって後ろでカップルがかかって、うん、はい、でこっちで普通に女性の遺体見つかってるわけでしょ。現象があって話止まりましたけど、はい、俺が酔っ払って高齢術やったでしょ。で2階にいる時に俺の横にくっきり顔映ってて、リップがすごい着てて、何何って見たら今までと比べ物ないぐらいの顔映ってて、しかもなんか完全に怒ってるというか、なんかヤバそうなお笑い、なんか笑みみたいなの描いてて、完全リンクしてるじゃん。正義だけしか現象起きないとかさ。そう、後日ね皆さんに見せるんです。先ちょっと僕見ますね。怖っ。マジでまた？待って、今もうやばい、蹴るわけじゃなくて今。ちょっと待って、ほんとやばくない？カサカサカサつってるよね。普通にコツコツしてる。え？ここやばくない？ちょっと逆にここ怖いんだけど。いや俺マジでここ怖いんだけど。逆にあいつらここまで連れてきてもっとひどいことになるかもしれない、ここが。ここに映ってんのが怖いのよ、もう飛んでる。ね、逆映しても、うん、飛んでる場所。逆映しても、うん、飛んでる場所。映しても、映しても。やばいってマジだから、俺聞こえてないもん。なんかリボンとのリボンの喋り声に合わせてで、なんかえ全く何も感じない。2回ぐらい。あ、待って、今なんか撮った。ちょっと待って、やめてやめてやめて。いや本当に本当に本当に。ちょ、やめてやめてやめて。よし、マジで。え、じゃあ今この大きくぐらい。
ちょっとここ挟まれてるからやばいんだよ、霊障が多分下手したら。じゃあ僕ら行ってきます。行ってらっしゃい。マジ無理なんだけど、ガチやばいよ足。どっから飛び降りようとしたんだろうね。ね、それが気になるし。バカ怖いね。俺ら落ちたらどうすんの。いや、それ笑い事じゃねえ、うん、袋ですね、袋。はい、いやでも本当にさっきのが怖すぎて、ちょっとなんかもうあいつら起きてっかな、なんか橋の赤さがめっちゃ怖くないね、これね、この感じ嫌な赤だよね、なんかね。そう、なんで赤にしたんだろうって。血とかが嫌じゃない、なんで赤い橋って。とかしそうだよね、うん、そんな言うて橋が。そんな言い方変だけど、うん、観光のエリアみたいなね、人ごみとか人がいないし、うん、橋もそんな高くないし。今なんかめっちゃ光ったぞ、あそこ向こう、うん、おかしい、ここのライト通らないね。なのに向こうの光だけ通るのおかしいよね。はい、帰ってきました。ここやばいでしょ、行ったでしょ。だから俺やばかったよ、悲鳴聞こえた。飛んでる？テンパるでしょ。でも女のギャーってここで普通にしてる、ここで。え？まあでも今のところ俺らは別にそんな聞こえないけどね。今のところまだないね。そうだね。寒さパない。うん。うん？うん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 。声した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 。マジで。どっから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 ？こっち。ここ、この上、トンネルの上らへん、うん、あっち、トンネルの左上。木って音何？木、めっちゃ声した。木って音しなかった。木、落ちたか下やん。トンネルの上の方から声したけど。女の声なの、それも。女の声だった。確かにここで待ってんのすっごい嫌。ここしんどいね。え、うわ、え、今聞こえたでしょ。聞こえたでしょ。それが木。違う、今のは今のはキャーじゃん。なんか悲鳴みたいなやつ。さっきのこれ聞いてこい。この声。あ、それ？うん。え、待って。え、今やばくない？今の。今ね。これあっちか。え、完全に今カメラ入ってるよ。うん、絶対入ってると思う。悲鳴だよね、今の、うん、普通に。の、こっちら辺だよね。うん、そう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 。なんか山の。キャー。トンネルの上のさ、ここら辺で。だから俺さ、お前らさ行った後にまたここじゃん。余計やばいんじゃないかって俺思ってたんだけど。本当にやばいね。確かに。だからその女の人が。行った時のキャーかもしれないし、落ちた女の人が動き回ってるのかもしれない。かもしれない。さまよってんだろうね。大数の関係あると思う。ね、そうなっちゃうね。歩いてて引き込まれる感はなんかあるんだよね、変に。うん。なんか。てか穴開いてるのクソ怖くね、橋。そう、ちょいちょい穴開いてるよね。そうそう、両サイド怖くない？右左の。落ちたらどうしようか。うん。そうそうそう。怖すぎだ。うーわ。うわ。あっち。出口方向、出口方向か。こっちから声が聞こえたんですよ。聞こえた、聞こえた。これ今うーんってやつだよね。